メントじゃなかったでしたっけ。そう、めっちゃ気になったんだよね。うえって何みたいな。久しぶりに配信見た、やった嬉しい。ジジ今日も可愛いな、ありがとうございます。ちょっと照れてるって感じで、ありがとうございます。懐かしいです。あ、懐かしいっていうか、初見です。初見すごい。あ、じいちゃんの口癖だったんだ。あー、確かにとか言って。そうですね、今日マシモさんの卒業公演ですよ。え、待って、今年も半分終わるって早すぎる。さすがにちょっと早いですね。それはさすがにちょっと早い。マシモさん受付、待って、すごっ。あ、昨日見ましたよ、いちごめっちゃ多い。私も見ますよ、あのハッシュタグ、ユニコちゃんを笑顔に。懐かしいです。はい、ヘアアイロン、おしますとか言って、あのチェック作った、めっちゃ可愛い、ありがとうございます。すごすぎる、センスが素晴らしい。よいしょ。あ、そう、オフラインおしゃべり会私出れるようになったもん。嬉しすぎる。そうなんですよ、私も出れた。本当にマジですよ。いちごなくしたといちごパフェの組み合わせやりたかった。めっちゃいちごで可愛いな。ありがとうございます。フライングおしゃべり会、フライング、高橋さんもフライン行けるの、行こう。え、来てくれるんですか。嬉しい。またループしてた。ちょっと昨日髪の毛をおーっとと巻く人のなんていうんだろう、動画、解説動画みたいなのを見て、あ、できるかもとか思っちゃって、昔オンラインもオフラインも朝一。あ、そうなの、ちょっと待って、そうなの、あ、そう、あ、そうなの、あ、あ、そうなんだ。配慮してくださったのかな、なんか、まあ、行く気はないでしょ。嬉しい。え、朝一って何時ですか。5時とか。え、早起き、待って、朝一って何時ですか。一部と二部って何時だろう。あ、5時からじゃない、さすがに。え、9時とか何時だろう。あ、10時か。あ、9時半とか10時、あびっくりした、もう7時とか6時とかかと思いました。あ、6時20分からかもしれない。たかし、はい、ちょっと私はなんだ、じゃあちょっと リップでも塗りましょうか。
まあ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 。オッケー。行きます。行きます。行きます。あ、ほらありがとうございます。まあまあまっすぐするじゃないですかまず。9時半開始、集合が7時半ならあるかも。え、早っ。リプオッケーオッケー。あ、9時半からありがとうございます。よし、いきますよ。まずこう束を取るんですよね。ですよねとか言って、まず束を取るんです。はい、束を取ります。そしてなんだっけ、どっちだっけ、こっちか。負けたのか寝癖なのかちょっと判断がつかないっていうか、あれなんて、私見たんですけど、なんかこうやってこうやってちょっと待って、来たかもしれない。あ、ちょっとっぽい。私がやると寝癖のとの違いがよくわからないんだよな。ちょっと巻いてるかもしれないです、かもしれない。難しいですね。オフライン、おしゃべり会、何の服着よう。ちょっと負けないで勝って。コスプレ？好きですね。ちょっとダメだな、ちょっとダメだ、ちょっと寝癖との違いがよくわからない。負けてない、勝ってる、よかった。浴衣ね、あ、ちょっと難しかったかも。ちょっとダメだ、まっすぐにします。今日はこのお洋服とか引っかかえめに考えて宣伝し、待って、そうなのか、待って、どうしよう。でも浴衣着る革多そう。今日は負けてもいい、今日負けなくてもいいかな。触覚だけやってみる。触覚この前うまくいったんだよな。あ、言うた、めっちゃダメです。はい、ですね、ちょっと待ってください。後ろに引くんですよ、これは。お、え、待って、いいんじゃない、わかんないけど、正解が分かんないから、ちょっとです、私も分かんないっす。正解は何なんですかね。夏に着ぐるみ着ない方がいい。ポキさん着てらっしゃいましたよね、あのカニの。ほら見てくださいよ、こんな。結構ガチな
触覚みたいな。え、4時苦手気ついて野宿、え、マジっすか、マジっすか、大丈夫ですか今、どういうね、もうなんでこうなるの。いいかも。うちが少ない。ちょっとよくわかんないけど。ちょっとよくわかんないけど、いい感じじゃないんじゃないでしょうか。うん。難しい。ちょっと難しかった。ダメだ。うん。後ろに流すんじゃなくて下に流す感じだとまとまる。下に流す。下。あ？巻きすぎなのかな。ありがとうございます。来たかも。できた、まあ、できたってことにしておきましょう。ありがとうございます。できた、できた、 OK。 はい、私は次前髪をします。はいはい、いきます、いきます、いきます、はい、いきます、いきます、いきます、はい。なんかサッてやるといいっぽくて。聞かれてますね。なんか四期のおしゃれ番長、誰だろう。うーん、四期のおしゃれ番長、おしゃれ番長か。おしゃれ番長か。なんかみんなおしゃれなんだけど、なんですけど、個人的にあのコマの持ってるアイテムがなんて言うんだろう、あのすごく個性的で私は好きです。かわいい。なんかあんまみんなが持ってるような感じじゃないものを持ってて、あんま人と被ってない感じで可愛いですよね。コマのやつ。はじめまして。いいわ、はじめまして、はじめ、え、あ、しょ、え、初見になって、あ、ショールームはじめましてでしたっけ。はじめまして、はじめましたか。なんか不思議な感じしますね。どうなんだろう、みんなのレッスン着とかしかあんま見ないから。あ、でも先輩方のレッスン着めっちゃおしゃれなんだよな。めっちゃおしゃれなのと、あの おしゃべり会とかのめっちゃおしゃれなのとレッスン着みたいな。あ、いい感じじゃない。あの、ぽぽいくないですか。噂のゆうたの朝配信に来てみたんで、ありがとうございます。今日7時からだったんです。今日は髪の毛を巻きました。いいんじゃない、感じじゃない、ちょっとっぽいかも。ショールーム初見、ありがとうございます。じいちゃんもおしゃれ番長、
ちっちゃんもねおしゃれなんだよね。おしゃれって感じのおしゃれ。ゆたに会えなくて寂しいのに新潟にいるんだ、まあ、新潟にいるのは一緒ですね。ゆたの顔で元気で好きですね。こまちゃんおしゃれマンチョのおしゃれなんですよ。あの持ってる。そう、あ、大滝先輩のそういうことかな。おしゃれなんですよね持ってるの。結構なんていうの、なんていうんだろう、なんか個性的が大おじさんなの。サマーバック予約注文したよ、ありがとうございます。そう、昨日チャットとメールにオフショット的なのを載せたんですよね。失礼いたしました。こまちゃんのスニーカーどこで買ったか。あー、あれあれ可愛いですよね。なんで知ってんの。ええめちゃくちゃすごいくしゃみ。いや全然くちゃみみたいな結構可愛い感じ。はい、で今日は何をしようかと思ったかというと、ギターをね昨日やってきたんですよ。あれどこだっけ、あれ昨日ギターやってきて、なんかちょっと曲っぽくなってきたんですよ。あの私全然始めてから何いつかわかんない、何だろう、わかんない、2ヶ月ぐらいわかんないけど、それぐらい、まあ全然まだ新人なわけですよね。ここ変な髪の毛出てる。そうちょっといやとか言うと全然弾けないんですけど、昨日の夜あのレッスン終わってからこう弾いたら結構いい感じに弾けて、調子いいんちゃうのみたいな感じ。あ、そうなんですね、もう見えないんだった。さ弾けるのかどんだけすごいじゃない。全然 そんな弾けることじゃなくて、弾けることあのちょっとだけっていうやつ。スナフキンの歌、スナフキンの歌ってなんだろう。あ、でも劇場に遊びに行かないんですか。行っちゃいますか。受付されたいな。僕もギターの練習頑張る。一緒に頑張りましょう。おさびし山の、あ、ムーミン、ムーミン知ってますよ。ムーミン可愛いですよね。ムーミンの T シャツ持ってたね。受付待ちますね。もう行っちゃおうかな。ムーミンね可愛いですよね。卒業公演から会いましょう。行っちゃいますか。ムーミンにギター持ってる人いたいました。 SKE にも毎朝ギター配信してるメンバー、あ、カノンさん、カノンさん、あれがスナフキン。ちょっと待ってごめんなさい、あのコメントの感じでちょっとごめんなさい、違う。あれどこ行った、私のチューニングのやつ。あったあった。ユアミンもかわいい、ありがとうございます。ユアミンに似てて可愛いと思う。形が形、ちょっと待ってありがとうございます。
NCT にもいる。さやさん。今日ゆうたんがいないから誰と受付しようか迷う。アンナさんいるじゃん。なんか嫉妬みたいな。アンナさんいるじゃんとか言って。でもランダムで行くのも楽しいかもしれないですね。わ、この子推しになりそうとかあるかもしれない。あゆ太郎さんも。すごい。どんだけ才能にあふれて。すごい。わ、フォローありがとうございます。元祖ムーミンと呼ばれたアイニャン先輩、すごいすごいわ。出たよ怒りの言うた。全然全然 そんなことないですって。やめてくださいよ、私怒ってないですって。今日の受付は優待ないのでおすすめの4基地を教えてくれます。そうですね、でもみんな個性豊かで面白いのであれですね。じゃあ何番目だ、2番目の受付の、あの皆さんからこう入ってきて、左側の子にしますか。全然知らないですけど、私順番とかね順番知らないですけど、あの、あ、遅れて、いやいや全然ありがとうございます、来て。俺もできる、 A ギターの一緒ですね、私も。はい、皆さん、あの受付迷ってる方がいらっしゃったら2番目、2組目のだから今日4人いるから15分から、こうか15分から30分のこの組の左側の子に行きますか。あ、違う、待って、誕生日が、あ、皆さんの誕生日が1月から6月の間だったら右側の子、7月から12月の間だったら左の側の子に行きましょう。はい。あ、左右選べない。左右ダメダメダメ。左右、うん。左右選んじゃダメ。あの、そう。あの、悲しい気持ちになっちゃう。私が。なんか、あ、来てくれない。あーってなっちゃうから。あ、左とかやっぱ関係ない。関係ない。もしも空いてたらそういうことで。全然、全然、全然。あ、ちょっと待って、違うよ、そうだよ、そう、カホさんだよ。そうでした、そうですよ、私なんか言う変なこと言ったね。そうですよ、どうします、私の今のやつでマシモさんが当たったらめっちゃ感謝していただきたいかも。違う、夜だけなのか。じゃああれですね、あれですね。じゃあ夜公演ももうしっかり、もうめちゃ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 マッシーさんにしてもらいましょう。最高ですね、さすがに。ゆたの様ばっかり訳してありがとうございます、嬉しい。浴衣の私、あの書いたんですよ、いろいろデザインとかして、あ、何書こうかなとか思ってやったんですよ。ちょっと絵が苦手な割にちょっと頑張っちゃってっていう、こうどう頑張ってもギターが映らないのはどうしたらいいんだろうか。ちょっと待って、ちょっと待って、ショットのユタめっちゃ可愛かった。嬉しいです。左手、これ昨日ね、これめっちゃ押さえたから、もうここ指の先が痛くて、ここちょっと待っててくださいね。ちょっと待って、画面が暗い。すごい、顔出ししない、違った、もう目ができる、まだできてない、ペンダコならある。あ、この前母ちゃんビンゴになって、日野ちゃん31をゲットしたよ。おめでとうございます。すごい強運。じゃあどうしよう、これ映らないな。
ター弾き始めはマメとの戦いでも、確かに指がまだね、右手は勉強でペンダコ、左手はギターでギターダッカ両手かっこいい気もする。よいしょよいしょ。親子で行くのもありだね。楽しかったですか親子でね。今度は親子で行くよとか言ってくださる方もいらっしゃって、ちょっと待ってこっちか。オッケーできた。あ、今ジャってやったのはあの先生がジャってやってたからちょっとかっこよくてやっちゃいました。あのすいません、なんか調子乗っちゃってごめん、まだ手紙書いてなくてごめんね。いや全然全然待ってます。ミニギター、そうです、ちょっとちっちゃめのやつ。素敵です、ありがとうございます。何の曲、あ、まだ365日の紙飛行機やってるんですけど、ちょっとなんか先生に練習法みたいなのが教えてもらって、そうそうそう、これ教えてもらったんですよ。シャーベットピンク、ちょっと待って、そんなに、あ、待って、テロップ、そうですよね、まだ髪の毛巻いてることになってるから、ギターを完璧にしてから歌を乗せない、やります。オッケー、シャーベットピンク弾けるようになれた。おー、よいしょ。でも粘着力がなくなってきちゃった。そう、あの前奏とか香水ね、え、待って、香水これ2枚、裏表で楽譜あるんですけど、私365日の紙飛行機やってるんですけど、裏側に香水のコード、コードっていうの、楽譜があるんですよ。うわー、角度ハマに、うわー、ちょっと練習しますね。指が痛い、こう指紋なくなりそうちょっと聞き苦しいかもしれないんですけど、ちょっと強行突破してやります。ゆーたん、今度俺とギターコラボ配信しような、しましょう、ぜひ。いきます。Thank you.
ちょっと声はし、あの、無理、すいませんなんですけど。そう、前奏が入ってきたんです、ついに。あの B ん違う Dm7、 そう Dm7 を昨日初めてやったんですけど、この音が好き、かわいい。それがそれ、なんか強行突破なんですけど、なんとか、なんていうの、全部のコードはゆっくりなら抑えれるようになりました。そう、ちょっとだけね、ちょっとだけだけど、いやー、褒めてくれる、やったー、ありがとうございます。頑張ってみるじゃないですか。嬉しい、できたー。そう、なんか、なんていうの、2回こういう、こういう、わー、フォローありがとうございます。あの、なんだっけ、なんかジャーンツジャーンみたいな、そう、ジャーンツジャーンっていうのをやって、最後の、最初の前奏の最後のとこだな、これが、これどうするの、
たり歌えるかな、できるといいな。ストローク、そうこれやったの、ストローク。あとなんだっけ、練習法、そう、あとなんだっけ、そう、もう帰るやつもやりました。ならない、そう、最初いたい。サビなら弾けるかな。 G は G 薬指使ってます。これこれやってます。小指っていうのもあるのか。薬指でしたね私。上達したら最高のピッカゲありがとうございます。今これ使ってる、虹色のやつ。人差し指を使わないやり方も、人差し指を使わないやり方もある。え、すごい。どういうことだろう。これ小指、こういうこと。難しいな、すごい。いやでもね、小指の方が次のコードにつなぎやすいから、そっちでもできるという。すごい、次のコードとかを考えて、すごい。何、 G の次がなんだ、 D とかってこと。 D だから小指やったら、はあ、すごい、はあ、すごい。 G7 に移った、すごい。 G7 ね、今頑張って出してるんですよ。まだポコポコ言っちゃいますね。 G7 なんか全部でこうこうやって全部押さえなきゃいけないやつ、なんて言うんだっけ、ちょっと忘れちゃったんだけど、小指使えるなってできる幅曲広がる。おお、使えるようになりたい。全部押さえて小指と薬指っていうとか、そう、これがまだ難しくて。そう、でもあの昨日ひらめいたのが、あの親指を、この後ろにある親指をちょっと下に下げるとこうガッて押さえられるから、音が結構鳴りやすいってことに気がついて。そう、痛い。やってる人って指紋なくならないんですかね。ここめっちゃ削れてるんだけど、削れてるっていうか指紋なくなりそう。痛かしです。毎日ギターの練習してるの。毎日はしてないんだけど、たまにしてる。上手い人の真似るの早道。おお、先生の真似し、なんか上手い人って聞こえません？なんかガッガッってかっこよくなんないんですけど、あんだけど、あとここをなんかキュッみたいな、キャッとか言うのですよ。こうやってちょっと、じゃあ次のみたいな、じゃあこれやってみようかみたいな、ブラッシングって言うんですか。
俺よくやる。あ、やっぱ上手い人やるんだ。あとなんだっけ、曲の途中でこう移動するときっていう、痛いけどキュッキュッっていう音とかちょっとなんかかっこよくて好きです。うまく見せるコツ、あー、そんなコツがあるのか。私 C の行動が苦手で、 C をパッて作るのが苦手で、ゆっくりならってできるんですけど、うん、え、これ私今ここのなんていうの、指の押さえすぎなのかな、薬指が他の弦に触れてるかも。薬指が他の弦に触れてるかも。あ、これか、立てないといけないのか。これって指のこのなんていうんだろう、このここの部分で押さえるのか、こっちの部分で押さえるのか、どっちかなって。今こっち、私こっちで押さえてるんですけど、指立てるとこうなるんです。これ合ってるのかな。でもそうですよね。腹で押さえるのかな。指の頭か、いいのか。じゃあこれを頑張って。力とか筋力ついたら楽になる。お、筋トレだ筋トレだ。握力は強いんですけどね。握力ならなんだっけ、34とか。ちゃちゃちゃ、あのあそこが苦手で、ギター始めてきっかけ何がある、あの旅行に行った先のホテルで、あのなんかなんて言うんだろう、ギターとマジックしてる人がなんかゲストみたいな感じで来てらっしゃって、それ見て、あ、ギターかっけーとか思って。あ、ボキさんと同じぐらい嬉しい。そう、それで始めました。放課後とかにこのギターの音が聞こえてきたら絶対見に行っちゃう。行きますね、それは。でも今の学校ってそんなおしゃれなことできなくて、何教室入ってんの、帰ってって言って左右逆にして練習しても、え、わかります。あと、そう、最初なんて言うんだっけ、楽譜コードでしたよ、コードが読めなくて、1弦と6弦、なんかこの太い方が6じゃないですか。だからそう、だからなんか逆にしちゃって、まあ、上だからこのまま弾けばいいのかなとか思って G のコードを逆にしてやってましたね、私そう、今屋上にも上がれないの。そうなんです。今のは、誰だろう誰だろうな、なんていうの、あの、そう全部の先生みたいな。で、私が苦手なところが、あの思い通りにならない日はのない日はで、 Bm7Bb7Em7C っていう私の苦手なコード全部みたいな。いや、なんかなんて言うんだろう、先生のなんか なんて言うんだろう、ね、なんか校長教頭、まあ、校長とか言うじゃん、校長先生、教頭先生、その先生みたいな、なんて言うんだろう、なんか校長先生とか教頭先生よりももっとなんて言うの、
学校を見渡す、そう全部の先生みたいな感じ、なんて言うんだろう、何の先生なんですかね、あの先生。でもよくなんか集会終わった後とかに、で皆さんあの時間は変わらずこんなんでから始めますんでとか言って、Hi, I'm from Indonesia and I'm fan executive for this. Nice, nice. I watched JKT48's video, performance video. It was very nice. And they are very cute. I like Melody and Michi.仕切る先生、統括責任者、すごい、とんかつって言ってたの、そういうことか、そう統括、 Thank you so much、 おー、 my pleasure、 影の校長、そんな感じだ、大変ですよね絶対。そこの練習がしたい、思いどう通りに、思い通りに、思い通り、その前から出るか、時にはから3フィンガーで弾けるとめっちゃかける、3フィンガー、あ、指で弾く、え違う、えこういうこと、こういうこと、え、ね、すごいね、それ弾けたらいいな、まだ全然弾けない、時にはから、時Bm7がパッと構えられない。あ、違うな。Bm7、Bm7か。できたよ、うわー、ありがとうございます、まさしく明日も頑張ります。はい、そうですね、明日も頑張ります。いやー、これ弾けたらいいな、もう歌いながら弾けたら完璧じゃないですか、これ。そうですね、思い通りにならない日はですね、あー、ほら、ありがとうございます、明日頑張ろうですね。ずっと見てる夢は私が斜めってる？上達楽しみ、フォローしました。ありがとうございます。嬉しい。斜めってるのかすらちょっとよくわからなくなっちゃった。大丈夫、弾けるようになる、ありがとうございます。サングラスにギターのゆうたん来たよ。ちょっと今度やります、サングラスあるかな、握手しよう、握手、ありがとうございます。人生は紙風、願いの捨て飛んでくよ、ゆうたんのところに今のとこに多分紙してボワーッて格好から入る、そうしますか、じゃあサングラスかけて、なんだろう、革ジャンとか着ちゃって、革ジャンとか着て、なんだろう、リーゼントかな、分かんないけど、全然関係ないんですけど、あの選抜メンバー発表があった時の大塚さんの前髪大好きすぎて、いや大塚さんがそもそも大好きなんですけど、前髪めっちゃ綺麗じゃなかったですよ、あの前髪、あれ大好き、あのなんてちょっとアイドル前髪っぽくて、ちょっと薄めの前髪かな、
めっちゃ可愛かった、めっちゃ、そう、めっちゃ可愛かった。革ジャンリーゼントなのに曲365日の紙飛行機は優しすぎる。ギャップでいい感じですかね。そうしますか。いや可愛かった、あれはマジで可愛かった。結構出てきた、出てこられた時発狂しそうなと、おー可愛いって言って、可愛かった。私もあ、おつかさんみたいな前髪にしたいんですけど、なんかちょっと違うんですよね。量が多いのかな。え、昨日ボキさん配信でゆうたんからのプレゼントカード見せてしまって嘘そうなんです。あはあはあとか、モヒカンにするの、しますか、モヒカンしますかとか言うことじゃん。盛り上がってください、ちゃ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 、聞いてください、365日の紙飛行機、フォー、朝の空を見やめっちゃ急にね、フォーとか言ってたの、朝の空、いいかもしれないですねアフロもいいか、確かにアフロで365日弾いてたらね結構いいかも、ズコいいかもしれないですね。それもロックの紙飛行機、朝の空を見上げて、今日という一日が笑顔でいられるようにみたいな、ように難しいからようにみたいな、ようにってなんだっけ、 Bm7E7C だ、 Bm7E7C アコギだし、ちょっとあれも練習しますか、エレキも、ボンバー、あれ、め、あの、めめしくて、ゴールデンボンバー、そう、私の英語の先生がよく言うんですけど、ボンバーって本当にボンバーなのかって言ってきて、なんだっけ、なんだっけ、なんかボンバー、なんだっけ、ゴールデンボンバー、ボンバーっての発音がボンバーのってボムじゃないですか、だからボムでバーがついたら、なんて言ってたんだっけ、あれ、なんか発音がどうなんだとか言ってきて、あの結構おじいちゃん先生なんですけど、私の陸上の顧問だったなんだっけな、なんて言ってたんだっけ、ちょ忘れちゃったけど、なんか断るたびに言うんですよ、ボンバーはどうなんだとか言ってえってなるわけですよ私たちは。え、ボンバーって、あ、そう、ボマボマ、そう、それです、それです、あ、もしかして先生先生だった、そう、ボマ、そう、本来だったらボマーじゃないかって言ったんだけど、でもボンバーだよねって言って、そう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 、あ、すごいすっきりした、ありがとうございます、そう、ボマー、そう、なんでボマーじゃないんだって言うんですけど、まあ、ね、そうそうそう、ボマー、ボマーだ、うわ、記憶が蘇った、そう、1年生の時の先生だったんですけど、そう、ボマー、ボマーっていう、なんか発音の話になるたびに、そう、ボマーじゃないのかそれはとか言っていや知らないですよって思いながら、懐かしい、 その先生はあの聖子ちゃんが大好きで、例文にめっちゃ聖子ちゃん出してくるっていうシーズビューティフルみたいなこと言って、発音記号ボ、ボマー、ボ、バ、ボ、バマ、ボマー、発音記号難しいけど、あの友達に教えてもらってちょっとだけなんとなくボマーなんかやっぱり、あ、なんかすっきりしました、ありがとうございます、発音今日初めて、あ、松田聖子、そうそうそう、聖子、聖子ちゃんさん、バーマーみたいな、バーマー、バーマー、曖昧ボインだっけ、バ、バーマー、パスタ、ママー
ダハダハ、瑠璃色の地球、この前やってなかったっけ、違うかな、はい、うん、じゃあ誕生日させていただきますね、いきます。13位みーさん、ありがとうございます。12位 RC さん、ありがとうございます。11位高尾さん、ありがとうございます。10位マーチさん、ありがとうございます。9位アベブポキさん、ありがとうございます。8位ピーメガネさん、ありがとうございます。7位埼玉のおじいちゃんさん、ありがとうございます。6位ナチ0617さん、ありがとうございます。5位なほこちゃん、ありがとうございます。4位ケロちゃんさん、ありがとうございます。3位デゲ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 ちゃん、ロエディシさん、ありがとうございます。テリマクシー、ありがとうございます。2位デゲ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 ちゃん、おじゃさん、ありがとうございます。ありがとう、今日も最前にいるのかな。あ、1位はデゲ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 じゃん、ともじい処理場チューンさん、ありがとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます。たまにリプロシュが、あ、そういうこと、あ、ドゥルルルをドゥルプルラーメン、トゥルルルルサッパルルサッパルルルルルルルサッパルリプロールか、なんでできるんだけど、じゃん、1位とか言って、先輩方よくやってます、これ本番前にこうやって巻き舌は定番の、いや私がドゥルドゥルドゥルって言ってるから、それを巻き舌にしてみたらとか自分で言って、って言ったらやったんですけど、私はできなかったっていう。札幌ラーメンとろろりもって言ったらちょっとだけできる。寝坊ごめん、全然全然、初練習でやってるの、先輩方やってます。4期はたまにやったりする。リプロール何秒ぐらいできる、リプロールってこれとこっち、ブルーの方、ドゥルルの方、ブルーだったら多分ずっとできる。確かに私息止めるの長いんですよ。水泳は別にやってなかったんですけど、ルーム間違ってないです、合ってます、合ってますよ。一旦言葉に甘えて今日はアンナちゃんと受付します。いってらっしゃい、楽しみ、よろしくお願いします。アンナさんに先生で 25m いけるとか、いけるのかな、わかんないけど、でもママとパパは行けてた、ママとパパやってたから、私始まりたいって言ったんだけど年齢でダメだった。ゆうたんに会えて、私もハート白にした方がいい、やめてー、ついに1800人さん行ったんですよ、ホラーさん昨日、ありがとうございます、嬉しい。キャッチフレーズ、確かに月末だし、水泳得意、あの習ってってない割にはみたいな感じかな、わかんない、クロールと背泳ぎ頑張ればって感じで、平泳ぎもまあできなくもないかなって感じで、部屋間違えてない
バタフライはちょっとやりたいって言ったけど、なんかちょっとあれおかしいなってなっちゃう感じ。ハートは白にあのピンクのままでちょっとお願いしてもいいって感じ。はい、じゃあキャッチフレーズいきます。私が私は誰って言ったら You are って言っていただきたいです。あなたは You are いいですか。いきます。はい、私は誰、 You are Yes, I'm your。 ありがとうございます。ユニコーンに乗って新潟から世界へ羽ばたきます。新潟県出身最年少14歳のゆうたんこと高島ゆあです。よろしくお願いします。ゆうたんが一番かわいいよ、たかちが一番かわいいよ、ありがとうございます、です。たかちが一番かわいいよ。あれあれあれおかしいなそんなことないんだけどなありがとうございます。たかちが一番ギター頑張ってるありがとうございます。練習中です。ありがとうございます。いやもう素晴らしい、ありがとうございます。ここでいろいろ個性をめっちゃ楽しい。これ読んでるの本当に面白い。ユニボー推しですか、まさかの。ゆたん神足になりました、嬉しい、ありがとうございます。たかしが一番サングラスの T シャツに合い、おーすごいすごいとこまで見た。これかけれる、かけちゃいました。はい、じゃあ皆さんは何だろう、劇場ユニコ呼びしていいの、はい、いいんですか。ユニコちゃん、久しぶりに呼ばれる、ユニコちゃん。たかしが最年少だがのっぽさんだぞありがとうございます。そうなんです、ちょっとのっぽさん。ゆたん大好きだよ、大丈夫、ポキさんで過ぎないでもいいよかったよかったよかった、 I love you、 ありがとうございます。うちを作るの約束します、楽しみに待ってます。今度いつだろう私が出れるの。今日どこ帰る、富山あ、ん、ごめんなさい、私がこれ読み間違えてるのかな。農機具小屋で猫出産、さてどうしよう、猫ちゃん、ねえ私昨日も言ったよね、郡山って。待っててな、待ってます。その後が同率でもいいんじゃない。よし、ありがとうございました。ま、京都から、待って、めっちゃ新潟の人だと思った、京都ね、あんま方言じゃないですね、かな。そうだったんだ、知らなかった、初知り。あ、福島なのか、皆さんいろんなところから、あ、京都にお引越しされたのか、そういうことか。そうだ、毎週来てるですよね、私がいる時な、結構多分 全部毎回いらっしゃるから。そうなんだ、ゆうたん、ありがとうございます。いつか全体でギター演奏ができるといいね。できるように頑張ります。俺めっちゃ新潟人、ね、だと思いました。新潟です。地元新潟だよ。新潟一緒一緒。京都の人に見えない。バスで来たんだ。わあ、お疲れ様ね。ゆあに会いに来てる。ありがとうございます。新潟に住みたい群馬人です。ぜひぜひ機会があれば、ね。新潟に住みたい、そう言っていただけると私もなんか新潟嬉しい。柏崎市、遠くから、ありがとうございます。はい、皆さん今日は何曜日ですか。日曜日、休日最後の日曜日ですはい、そう、ゆうたん、そう、今週と来週もか、
やつに今日ゆうたに会いたかってこれマジに行きますか行きますかとか新潟お引越し計画中待ってます。お劇場公演終わったらマリンピア日本海に行き、いいですね、めっちゃ、いや魚イルカショー、イルカショー楽しいですよ。神奈川県住みだけど土日は新潟で野宿したいですいいですね、マッシーさん見てね泣きますよね。皆さんちょっとハンカチとティッシュの準備を。最後の日曜日、来週から日曜日長くなるのマジかやばいですよ。ちょっとそれはさすがに今週のねゆうたを生で見るのが一番。ありがとうございます。ちょっと居づらくなるからやめて、たかしきやばい、劇場向かいます、いってらっしゃい。はい、皆さん日曜日を大切に、今日はお仕事の方もいらっしゃると思いますし、劇場で楽しむ方もいらっしゃると思いますし、私のように受験生の方ももしかしたらいらっしゃるかもしれない。ここに何だろう、小6とか中3とか高3とかとかかな、いらっしゃるかもしれない。皆さんも頑張りましょうかもしれない。そうですよ、これまで配信続けていいしますか。ギター練習してた今日、あ、してたんですよ一応ね、してましたよ、してましたよ。はい、皆さんいってらっしゃい、いってらっしゃい、よくできました、ありがとうございます。私は今日数学を終わらせて理科に突入したいと思います。これ直した、ありがとうございます、またね、ありがとうございました、いってらっしゃい。